はい、はいちゃん、おはよう。今日はな、おはよう。おはよう。今日はな、手動式のスパイダーモアでな、草刈りします。聞いてますか？聞いてますか？聞いてますか？今日は手動式でやりますんで。今日は曇り空ですね。はいちゃん、聞いてますか？今日は曇りやな。ここで、ここで。はい、よいしょ、よいしょ、よいしょ、はいはい、座って、立たずに座って、はいはいちゃん、よし、今日も頑張るわな、今日も頑張るわ、なめんで、なめんで、はい、じゃあ今日も頑張っていきましょう。はい、カバス TV ユージです。今日はですね、この機械を使って草刈りをやっていきます。今日の機械はスパイダーモア SP431F というやつです。これはですね、今の RC の前に買ったやつですね。視聴者さんがもうこのタイプは売り飛ばしたんですかという質問があったんですけど、これはまだきちんと持ってます。角度的にはこっちの方がいけますんで、まあ、私のところの中山間地は45度以上のところがたくさんありますので、まあ、これはこれできちんと持ってます。用途に合わせて、使っていこうと思います。まあ、今日はですね、ここの乗り面割とリモコンでもいけるところなんですけど、まあ、視聴者さんがそういう質問もありましたので、これもまだありますという意味で今日これを使っていこうと思います。自宅周辺の乗り面です。ここね、一回買ったんですけど、もうボーボーですね。もう新緑がやばいですね。今日はね、いまいち天気は良くないんですけど、まあ、雨は降らないと思います。まあ、涼しくていいですね。じゃあ頑張っていきましょう。はい、今日はね、手で引っ張るタイプ SP431F っていうやつですね。これを使っていきます。これもオーレットのやつですね。スパイダーモア、はい、で、ですね、ここをこう押すと走行するという感じです。電源オンオンオンオフですね。で、走行クラッチを切りにするともう走行します。で、走行クラッチを入りにしてこれを動かすと走行します。で、これが前進バックですね。まあ、どっちが前進バックか分かりませんが、な感じです。まあ、あと、これは刈り高調整ですね。まあ、それぐらいですね。はい、じゃあここの乗り面行きましょう。それとこちらの乗り面も行けたらいいなというふうに思います。
綺麗になりました。刈り跡は綺麗ですよね、やっぱり。それがいいな。はい、じゃああと向こう側ですね、行きましょう。はい、終わりました。ラジコンより若干やっぱきついですね、歩かないかんちゅうところと、まあのり面にちょっと足を入れないかんちゅうのがありますね。はい、あと手で買った方が早いと思います、スピードは。でも何て言うかな、体力の消耗っちゅうのはやっぱりスパイダーマンの方がいいですね。じゃあ隣のところね、行きましょう。はい、あとこっち側ですね、これを行きましょう。ここは上半分しか無理ですね、下半分は結構急斜面になってるんで無理です。この下の方はもう無理ですね、上3分の2ぐらいをやっていきます。
はい、2箇所終わりました。どれぐらいか、時間は割とかかったな。はい、時間は今1時間ぐらいですね。2箇所で1時間ぐらいです。まあまあまあ、でも手で刈るよりは若干遅い感じはするけど、体力的にはいいですよね。ちょっと見てみましょうか。はい、3分の2ぐらい行きました。あともう下から一振りいけるぐらいですね。で、多分ですね、ラジコンの場合はこの半分ぐらいまでしかいかないので、まあこの乗り面はこのスパイダーモアの SP の方がいいかなっていう感じですね。もう草生えてきたな、ここ。この前買ったのに。こんなイメージですね。こんな感じです。だいぶですね、機械の方も慣れてきました。あとこっちを今日やりましょう。2箇所やりましたね、1時間くらいで。はい、こんな感じで綺麗になりました。はい、では今日はまたサニーちゃんの応援に行きます。はい、今日はスパイダーモアの SP431F というオレクの手で引っ張るタイプのスパイダーモアを使ってみました。最初はこちらを買ったんで、最近ちょっと使ってなかったんで、まあ、シーズンオフにもなったんで、まあ、使ってなかったんですけど、視聴者さんがこのタイプはどうしたんですかっていう問いかけがあったので持ってます。で、やっぱり場所とかによってこういうものの方がいいところもありますので、ラジコンタイプとこの引っ張りタイプとうまく使い分けて作業の方を進めていけたらいいなというふうに思います。で、これはね、使う時のコツがいって、まあ、のり面に出してちょっとスパイダーモアをヘッドを上側に向けてこう行くような、こうじゃなくてのり面こうやってこうじゃなくてちょっとこう上げてこう行くようなイメージで使っていくといいと思います。で、このバーに対してはスパイダーモアがこうあったら、この頭の前に人が来るようにバーをちょっと斜め気味に、持っていくと非常に力なく刈れると思います。このバーの位置がこの後ろとかだったらもうすごく引っ張らないかんので、すごく大変なんですけど、まあこのバーの位置さえしっかり把握しておけば楽に使えると思います。まあこれ農機具屋さんとかで説明もしてくれると思うので、その使い方をしっかり把握して使わないとめちゃめちゃきついですこれね。まあでも使い方さえコツつかめば楽ですね。あとこのタイヤですけど、バイクタイヤが必ず乗り面に出して4輪きちっとついておくように、片方でもこう角度を間違えて浮いたりするとうまくスパイクが効かないので、4輪がきちっと乗り面についてるようにすると非常にスムーズに前進バックしていきますので。はい、ということで今日もですね、サニーちゃんの応援に行きますんで、はい、じゃあ今日はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。で、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。サニーちゃん、ただいま。今日ちょっとだけの草刈りやったわ。久しぶりにスパイダーモアの手で引っ張るやつ使った。だいぶ上手になってきたよ。どこに絵を描きやんの？どこ？なん？失礼なやつやな、お前。変なとこに絵を描いてくしゃみしてって。臭かった臭かった、はい、ああ、分かった分かった、はい、こっちこっち、はい、座ってはい、このままじゃんけんする、このままじゃんけんする、ちょっと不安定、はい、はなちゃん、じゃんけん、じゃんけん、ぽい、グーです。ちょっと乗り気じゃなかったな。場所悪いな。ちゃんとカメラ目線で。グー、今日はグー。グー、今日はグー。グー。はい、お疲れ様でした。バイバイ。